はい、どうも皆さん、こんにちは。ジャオリンゴと言います。グレイベアードキーパーですね。教会の下がね、こうやってなっておりまして、まあ、教会の上と合わせてね、なんか研究とかそのあたりができそうなんですが、なかなかその科学みたいなものがね、見つからないというわけで、ちょっとそのあたりを今日探してみたいかなと思います。というわけで今日は、何でしょうかね。今まではね、その、木こりだったりとか、鉄鉱石とか、鍛冶屋だったりとか、そんな感じなんですけど、ちょっとね、頭を使っていきたいかなと思います。頑張りましょう。お、なんだこれ。メモ？メモってなんだ？お、研究テーブルで配下させて、化学4を入手。なにこれ？なんか早速進展ありそうだな。やってみよう。これはメモ。腐敗化。このアイテム配布されすぎると、化学4が手にあります。入った。お、早速進展あったぞ。やった。じゃあ化学してみるか。これどういうことなんだろう。例えば、石でいいんですか？石のかけら。お、このアイテムは次のものに腐敗化します。これないってこと？おー、すげえ。いやー、でも減っちゃうな。怖いね。石はこれ研究終わったのか？へえ。うわ、これなんだろう。なんかすごいもの調べた方がいいのかな。例えばさ、研究、あ、赤とか青とかあんのか。そっかそっか。これ、じゃあ、入手できるものが分かってんだ。あ、じゃあ、これ、青を積極的にやんないとダメだ。じゃあ、血液にしてみようか。OK, OK。あ、いいね。おー、めっちゃ来た。すげえ。そういうことなんだ。じゃあ、他に青の何か。ちょっとこれにしてみますね。あ、でもどうしよっかな。血液とかなんか普段肉とかね、普段使うものの方が何かと便利かなと思ったけど、いや、いいや。ちょっとやってみよう。1でできるし。OK、混沌の溶液。あ、これあんまもらえなかった。よし、でもこれ青が入ったぞ。これかなり増えますよ。でもメモってどう出てきゃいいんだろう。急に出てきてしまったからなんか驚いてるんだけど。速度のポーション、レシピ。ちょっと待って、こういうのは使うべきじゃないのか。あ、オッケーオッケー。速度が上昇する。いいですね。なんか忘れてるもの結構あるな。進行効果。簡単な祈り。なんか作るか。テクノロジー。いや、必要なものは何だ？これ、青が入ったから、これかなり、また、そっか、心理的な面というか、頭脳的な面でしょ？そこがアップするんだね。へぇ。ガラスとかどうすか？あ、ロー2じゃないとダメなのか。ロー2は、まだ作れないじゃん。ミュウツーみたいなけどさ、高度な、鋳造系、あ、火事に造ってなんて言うんだ？鋳造はお金作ることだもんね。改良、ま。自然はまだいいや。お、青いところが入ってきたね。少しずつなんか頭も良くなってくるんだな。ちなみに石の墓標ができますね。これがでかいかな。石材カッターとしてはここがでかいんだよ。これもらっとっか。信仰という名のビジネス。ちょっと見切れてるけどそうだよね。すげえ。新天地だな。とりあえずこれやっときますね。石系のお墓のレベル上げれるようになるのはでかいだろう。心安し解体や。怖いな。外科的ミスを起こす確率が低くなる。怖いこと言いますね。重要な部位。科学的なものとかないのかな。あ、これメモ作れるんだ。あ、これでかいじゃん。これ絶対持ってた方がいい。そっか、メモから科学っていう風になるのか。へぇー。となれば、これでね、なんか作れるんですよ。教会の作業台っていうの。これ作った方がいいな。あ、でも複雑なやつがいるのか。研究テーブルか。研究テーブルってあれじゃないか。あれだよね。取り除くやったら名前見れるはずだけど。これって？いや、見れない。ごめんなさい。あ、これでいいんだ。釘でいいんだ。じゃあ、机でメモだな。それできっと科学ができるようになるから、青の方面もいけるようになるから、結構良くなんじゃね？
ちょっとなんか喋ってるんで話します。王立財務庁長官、この度の教会及び墓場の再開について祝辞を申し上げる。嬉しいですね。またこれらの土地を利用することで起源が王国法の、ごめんなさい、これな、あーもうわかんない。難しいですね。まあとりあえずちょっと要約しますけど、すべての地上の建造物は今後も神聖教会の所有物となる。ただし1王国リープ4王国スピットよりも土台の浅い土地および建築については古代の契約に基づき王族並びに町の所有物とする。わかりにくいな。はい、起源の税金も郵送にて支払うことができる。税金払うんですか。死体発掘、あ、これこういうこと、死体発掘許可証、あ、買っちゃった、ごめんごめんごめん、買っちゃったのこれ。え、これ何、自由市民、あ、これ町への許可証か。か、へー、裕福な市民。お金ちょっと最近使わないよな。やるか。あ、来た来た。あ、なるほど。来た来た。これは少し評価がいるんだよねっていう話か。へえ。まあ、町とは、何でしょうか。仲良くしようねっていうやつか。世知辛いですね。もう主人公、急に土地だけは手に入ったよな。よーし。じゃあ、やっと石材カッターも手に入ったし、その後土地だな。ちょっと待って、土地、机だ、ごめん。土地じゃねえよ。何言ってんだ。捜索しましょう。あ、鉄なくなったか。いけるな。鉄も手に入れて、ね、釘だ。釘で、机で、紙とかいけると、きっといいのかな。疲れたんで寝ます。はい、教会の地下に戻ってきまして、やっぱこれいけるんで机作るかと思って、机、あ、いや、いい、机はいい、これでできるだけスペース考えようかなと思ったけど、なかなか限られますね。これにしましょうか。さて、机では何ができるのか。あ、いけますね。と思ったけど、いけないわ。川の砂。川の砂はどうやって入れるんだ？信仰の祈り。タクシー、メモか。メモはやっぱ紙ないといけないでしょ？情報。ボロボロの本。なんか持ってるんだ。まあ、それはいいとして、川の砂。川の砂手に入れてきたらいいな。どっか入手方法あるかな？なんかそれっぽいのあったなと思うんですけど、川行かないとダメだね。川行ってくるわ。さて、川の近く来たんですけど、これだよな、川の砂って。これ以外ないよね。テクノロジーが足りないの？なんだろう。木こりとかでもないだろうし。全く知らないことなのかな。悔しい。川の砂ぐらい集めてくれ。と、切実に思ってしまう。仕事について尋ねる。そういえばなんかこの人話し合ってたよね。というか、まあ僕教会いるとき話した気がするんだけど、なんか無視されたからもう一回話しましたが、というか、まあ、あの太陽の日付になるまでね、一周ぐるっと回ってきたんですけど、いろいろ作業しながら。その他進化になったのだし、我らが教会の神聖なる活動に関わるべきだな。この話だよね。うん。はいはいはい。食事提供所を開くことにした。なるほど。安価なボールが必要。食器かな。そう、いいよね。そして、その後の教会にもあるちょうど粘土層があるような。お、粘土層。ボールを20杯持っていく。マジで。食事的用事に出すためのパンを喜んで購入しよう。もしも教会内の特別価格で頼む。マジで。お、あ、これで来るの？へぇ。そっか、なんかタイミング的にやっぱおかしいなと思ってたんですけど、来ますね。やった。これで粘土。粘土層から掘り出せる。砂も出てくる。おー、これで一気に増えるね。ボールを渡す。まあ、いいや。で、パンを渡せと。パンとか買っちゃったわ、もう。結構。パン。
まあまだ持ってるか。クッキーか。へえ。まあそんなこともあるんですけど、やったわ。ちょっと待って。待って待って。これでテクノロジーで、あったー、来た。やった。ろくろ、ろくろなんか知らんわ。ろくろ？まあここも覚えられるんで覚えちゃってもいいんですけど、これを作ってどうすんの？水差し？ あれか、あ、違う。花とか植えるやつ。まあそれはいいよ。やったぜ。これで砂取れるじゃん。まああんなこと言ってますけど、別に次のね、太陽の月までになんとかしておけばいいかなっていうぐらいに考えておきましょう。ということは、これでやっと取れるわけか。粘土層はよくわかんないんだよね。粘土層もどっかのことがわかんないけど、砂はこれでしょ。やった。いやー、やったわ。やっと大した友達になれる。いいね。嬉しいわー。顔の砂いっぱい。粘土層はどこなんだろう。これ無限に取れるじゃん。どんだけ取れんのか。まあいいや。粘土層はわかんないな。どこの話なんだろう。まあ、下あたりに道具箱あるからそこら辺に入れればいいもんね。あ、ちょっとね、お祈りできる。お祈りしてみよう。やってみるか。ちょっと来たな。ちょっとガラガラで申し訳ないんだけど。私のこの教会は素晴らしい。いいね。あ、いいねもらえた。なんか、ポンと投げた。これが進行か。まあまあかな。いいね。割と好評ですね。すごい。結構好評じゃないですか。お、安。なるほど。これでまあ、大教祖様というか、大司教様というか、その他になっていくわけか。胸熱なストーリーですね。さて、やっと砂手に入った。じゃあやるか。これで、おお、いいね。で、物いっぱいなんだわ。まあ、教会に近いからここに入れとくか。バイオハザードみたいにね、アイテムボックスが共通してるわけじゃないんで、あれなんですけど。これで、次、次にインクがいるのか。インクだと。インクってどこだっけ？ちょっと今日どこまでやろうかな。確か執筆のところだよな。あったあったあった。あ、いけるな。OK。インクどこで？教会の作業台でいけるんだ。これは机でしょ。教会の作業台を作んないといけないのか、次は。教会の作業台は、高度なやつがいるけど、高度な鉄材がいるけど、まあ、こうやってうまく繋がってるもんですよね。これはもう覚えたよな。覚えたんだけど、ダメだな。石材カッター2とかそのあたりだから、金床っていうのがいるみたい。じゃあ金床はどこでっていうね。まあそうやって巡っていきますよね。 よし。まあ砂まで手に入ったのが一番進歩かな。ちょ、ここ行くべきじゃないかもしれない。まあ粘土とか手に入るようになったから、次はそこを頑張ってみてもいいのかなと思います。砂どうしようかな。砂また後で取るとして、ここに入れとこうか。砂入れて、ここに置いていくもの。あ、紙ここら辺じゃ使わんしょう。よし。そんな感じかな。今日はまあ砂まで手に入れたんで、区切りいいかなと思うんで、これぐらいにしておきます。で、ちょっとここ行くのね、めんどくさいからね、そろそろワープ作りたいんだけど、これやるためには丸ノコが必要で、丸ノコ手に入れるためには、まあ、ポイント147なんだけど、火事じゃない、もう建築か。建築のね、丸ノコが必要なんですよね。作成場所丸ノコになってるけど、これで木の支柱を手に入れて、支柱あったらここ行けるから、この辺りも行きたいんですけど、なかなか赤ポイントがたまんないもんでしたね。まあまあまあ、ちょっと頑張ってみたいと思います。まあ今日はこれぐらいにしておきましょう。次は何だろうな、ベタにボールとか、そのあたりをちゃんとこなしてミッションを進めてあげるのがいいのかなとか思いますね。じゃあそんな感じでまた頑張りましょうか。まあ毎回やることあって楽しいですね。よし。じゃあ前回と合わせて今日も1時間半ぐらい遊んだんで、まあうまくね、カットして動画にできればなと思いますが、今日もご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら。